エバードーム、なぜ2024年に爆上げするのか。 本日はメタバース銘柄エバードーム、なぜ私がね信じているのか、そしてなぜ2024年に爆上げすると思うのか、まあ、全てね証拠、マーケティングやファンダメンタル、テクニカル分析、チャート、ですね、まあ、全てねそれを含めて話していきたいと思います。のでね今の価格でね心配だという方はですね、まあ、希望を持ってね最後までこの動画を見ていくようにお願いいたします。まあ、こちらエバードームですね、まあ、日本でもねものすごく有名なね仮想通貨銘柄となりました。まあ、某ねインンフルエンサーが、まあこちら をね結構おすすめしておりまして、まあ、こちらがね結構有名になったのですが、まあ、こちらのプロジェクトはですね海外でもものすごくね有名となっております。もうこの見てわかるとおり、ね、15.7万フォロワーものすごいねフォロワーがいてねこんな感じでリツイートとかにいいね再生回数も Twitter40 万回の動画再生されておりいいねリツイートなどね見ていったら分かりますけどね返信してるねコメントも全部ね英語って感じでございます。 またですね、こちらにね、兄弟分のね、プロジェクトがありまして、まあ、それがね、何のプロジェクトなのか言いますと、聞いたことがあるかもしれませんが、こちらね、メタヒーローっていうね、プロジェクトがあるんですよね。まあ、このプロジェクトは何かと言いますと、まあ、この中にね、自分が入って、まあ、超リアルなね、メタバースの、ね、アバターを作ろうっていうプロジェクトなんですけど、まあ、その時ね、メタバースがね、全部、言うたらサンドボックスやディーセントランドなど、全部ね、アニメ、アニメ、2D のメタバースだったから、 このね、アバターにね、超リアルなアバターに合うメタバースがないってことで、エバードームを作っていこうってなったんですよね。そしてですね、こちら、メタハールメタ、メタヒーローね、見ていって分かりますけど、22.6万フォロワーで、なんとね、これ、メタヒーロー、去年のバブルで、なんと250倍したんですよ。はい。メタバースでもない、メタバースに参入するためのアバターなんですけど、それがね、なんとこんな感じで爆上げしていきました。ということでですね、 もう実すでにね、一回ね、爆上げした実績があるっていうことなんですよ。まあ言うたらね、エヴァードームの方がメタヒーローよりね、まあ、優れてるっていう考え方なんですけど、もうこのね、兄弟分、弟分のメタヒーローでさえこんなに爆上げしてるので、まあ、エヴァードームね、次のバブルでね、まあ結構ね、こうやってね、期待する投資家が増えるんですよ。エヴァードーム結構期待できるんじゃねって。まあこれだけだったらね、 あんまり説得力ないんで、ちゃんとここから説明していきたいと思います。つい最近ですね、こちらエバードームでね、新しいウェブサイトがローンチされました。これをね、皆さんと一緒に今からね、見ていきたいと思います。私もね、これね、初めて見るんで、結構ね、前のウェブ,、えー、ウェブサイトがね、こんな感じだったんで、めちゃくちゃね、今進化したっていうのがわかると思います。こちら、ドメイン名もね、メタバース .everDome.io で、完全にね、もうメタバースでね、自分をね、売っていっています。当たり前なんですけど。 そしてここにね、ウェルカムツーエバードーム、あユニークメタバースエクスペリエンスということでね、はい、って感じでね、ここにパートナーたちがね、今乗ってるって感じでございます。はい。で、これがね、まあ、最初のね、エバードームのね、えー、っと、エバードームの中でね、着れるね、アバター、アストロ n f t なんですけど、言ったらね、エバードームって、ハッタ、UAE ハッタから出発して、そこからね、火星に行くっていうのがね、すべてのストーリーラインができてるって感じなんですよね。 そして、まあ、もしね見ていないって方は、ですねこちらエヴァードームのこれ実際のメタバースなんですよ。これ CG とかじゃなくて、これ実際に足を運ぶことができます。私のね先日の動画で、エヴァードームの内部映像を公開したんで、こちらねぜひ、ね、見ていってない方は、ね、これ実際に私がこれパソコンで動かして入ってるんで、また VR でも接続できるんで、実際にエヴァードームのねアルファ版のメタバースはリリースされております。はい で、こんな感じでデザイン r p パイオ e e r ズということで、How to Enter the Metaverse ということなじですね。まあ、こんな感じでね、そうですべてのストーリーランとかね、めちゃくちゃね、細かくね、ウェブサイトがね、書かれてるってことがかります。そして、アルファロメオね F1 チームのアルファロメオともね、パートナーシップを結んでます。まあ、こちらもね、なぜパートナーシップを結んだのかといいますと、アルファロメオはねさまざ、あ、まな選択肢があったと言ってます。サンドボックスでもよかった。ディーセントランドでもよかった。でもなぜエバードームを選んだかといいますと、すべての詳細がメタバースで描かれるからです。 こういうね、アルファノームって言ったら、車を開発、なんならこういうスポーツ界を開発する会社でもあるんですよ。そういう全ての詳細をメタバースで表現したいっていうことで、言ったらね、ブランドとかを今からね、ターゲット、ブランドをターゲットにしてるって感じでございます。そしエバードームエコノミーってことにね、えー、ドームをね、ドーム、 ドームに投資っていうことで、How to buy Dome っていうことで、ステーク e ン a r n e n g i n もできますと。そして、ランドを購入としてそして、バーチャル、言ったらね、バーチャル不動産をやっていきましょうみたいな感じでね、こんな感じで紹介しております。そして、こちらニュースになるんですけど、これもね、今から言っていきたいんですけど、今、皆さん、仮想通貨のプロジェクトにおいて、最も重要なものは何だと思いますかチーム、もちろんチームも大事です。品質、品質も,もちろん大事です。 ただ、一番大事なのはマーケティングなんですよね。もう、どういうプロジェクトでも。例えばですよ、本当に中身が空っぽのプロジェクトでも、マーケティングさえあれば爆上げするんですよ。仮想通貨ってそういうものなんですよ。で、エバードームはもうすでに本物のメタバースあります。商品があります。あと、マーケティングです。そして、なんとエバードームはそのマーケティングをね、ものすごくね、こなしております。こちらね、エバードームのツイッター行けば分かるんですけど、 さまざまな、ね、受賞グランプリを、ね、受賞、金賞で受賞してるんですよ。本当に、ね、エバードームのツイッター見ていただきたいんですけど、もう何個も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 の,のそういう大会とかそういうい、ね、展示会とかに、ね、エバードーム出展しております。つい最近ですね、こちら、エバードームの CMO さんがです、ねま、メタバースマーケティングリーダー。 2022年のメタバースラッケーティングリーダーとして金賞を受賞したということで、またね、こんな感じでね、エバードーム、こういう展示会とかで展覧会でなぜこうやってマーケティングしていってるのかと言いますと、今はね、完全に加工相場です。こんな感じでね、すべてのチャートがね、下がってます。エバードームだけじゃありません、皆さん。エイサリ3を見てください。 4,800ドルがこんなに下がってます。ビットコイン見てください。6万8000ドルから今現在1万9000ドルです。本当にすべての仮想通貨が、ね、今暴落してるんですよ。今ってそういう時期なんですよ。ビットコインが、これね、皆さん知っていただきたいんですけど、ビットコインがね、調子がいい時に、ね、こういう時に調子がいい時、アルドコインで爆上げしてるんですよ。はい。そしてビットコインがね、今みたいに調子が悪い時、こういう横々の動きをね、続けていくんですよな。本当に何もしないっていうことなんですよね。 言うたら、だからビットコインが復活しないとね、ビットコインがまだ元気を出さないと、アルドコインがまだ元気を出すことはないんですよ、ドームを含めて。だからドームがなんでこんな感じで、ね、爆上げしてたのかと言いますと、その時に、ね、まだ自愛が良かったんですよ。はい、2月だったんでまだ4万ドルね、この辺で上がっていってたんで、 えここからビットコイン、このまま上がっていくんじゃねっていうね、そういうね、相場のね、考え方があったんですよ、投資家の。だから、比較的に楽観的だったんですけど、見てください。ビットコインがね、下がった後どうなったかと言いますと、ドームはね、それ以上にも下がったんですよ。本当にね、同じようなね、チャートの動きしてるんですけど、本当にね、ビットコインが仮想通貨の王なんですよね。ビットコインの言うことを聞かないと、痛い目に遭うっていうことです。ので、ビットコインが今ね、何もね、りなな横,横の動き、またトレンドの動きが決まっていない中、 例えばね、ここから暴落するとしたら、おそらくドームをね、ここからね、暴落していく可能性が高いです、まあこ。それについてもね、チャート分析は最後の方にしていきたいと思います。はい。そして、先ほどマーケティングの話だったんですけど、まあ、こんな感じでですね、インタビュー動画もね、何個もあるんですよ。で、これに、ね、インタビュー動画ね、皆さん、英語わかる方、ぜひ見ていってほしいんですけど、言ったらね、本当にね、なぜエバードームが成功するのか、なぜエバードームを信じているのかみたいなことに話してて、言ったらね、すべては詳細なんですよね。 今のメタバースでここまで詳細をね、詳細、超現実的にメタバースを作れている会社ってエバードームのみです。言うたらね、今現在ライバル者がいないんですよ。もうすでにメタバースをアルファ版ね、完成していて、まあ、こちらからダウンロードとしたらメタバースね、ダウンロードできるんですよ。こちら。ここからジェネシス n f t って言って、まあ、NFT をホールドしている方しかアクセスできないんですけど、まあ、ダウンロードしてね、まあ、既に私ね、エバードームのね、 参入しましまたもうすでにね商品が完成しております、アルファバージョン。そして、エバートメタバースの時価総額がですね、2030年には何兆円にも、ね、なる予定なんですよ。本当にね、私もねエ、メタバースは最初のインターネットと同じだと思うんですよ。インターネットが出た時ですね、データに全然注目されてなかったじゃないですか。その時のの、ね、流行りとか皆さん思ってたと思うんですけど、今見てください、インターネットで、なんならインターネットがなかったら、 この世界は存在しないというレベルになります。で、このエヴァードームの人たちはそう、メタバースがそうなると思っているんですよね。メタバースが、ね、次の大きなものになると。こういうインタビュー動画で、ね、そういう、ね、エヴァードームの、ね、特色を、ね、何度も何度も、ね、展覧会などで説明していってます。だからこそ、エヴァードームは全て,の全ての展覧会、全ての、ね、こういうい、ね、大会において、全て金賞を受賞してるんですよ。もう全てツイッター r 見ていただきたいです。 Twitter スコールするだけで、こちらね、ドバイ未来の博物館なんですけど、こちらね、ドバイで最も有名な観光地の一つで、ここにエヴァードームが出品できるっていうことはですね、出展できるっていうことはですね、本当にすごいことなんですよ。相当なコネ、そして相当なね、信頼がないと、こういうところには展示できないんで、こちらでね、エヴァードーム展示することができました。さっきの GTX グローバルで、ここでもね、ちゃんとね、エヴァードームね、世界に向けて発信しました。 こうやって下に行けば分かりますけどこうやって、ねえーと、ドバイ未来の博物館ですね。そしてエフアグランドピックさんの統計2000トーク2024言うかね、仮想通から、まあ、でっかいね、そういう、でっかい大会大会じゃないですけど、でっかい、ね、展覧会あったんですけど、そちらにもエバードーム出品します。そしてですね、見て分かる通りですね、エバードームが、ね、こちらでもメタカンパニー、メタバースカンパニー、1年のメタバースカンパニー、 その都市のメタバースカンパニーとして優勝してるんですよ。サンドボックスは優勝しないんですよ。エヴァードームはこんな感じで優勝して,ってるんですよ。そしてチームをどんどん広げていっています。本当にツイッターを見ていただきたいんですけど、本当にチームをどんどん広げていけ、常に実績を何度も何度も残してるんですよ。そしてね、こちらのインタビュー動画ですね。こちら私インタビュー動画見ました。このインタビュー動画を見た結果ですね、本当に、ね、エヴァードームの白熱、そして 熱意が本当に伝わりました。メタバースがもう全てが、えー、もう集まる都道とか、そしてエバートームはこれ、ね、アラビアンビジネスってありますけど、中東をターゲットにマーケティングしてってるんですよ。例えば昔だったらアメリカがアメリカから何かが生まれたとか、1990年代とかだったらバブルの頃だったら日本が世界のナンバーワンだったとかあると思うんですけど、どうやらですねこのインタビュー動画を見ていったねイメージでは、こちらなんと 中東から今すべての新しいテクノロジーが生まれてるらしいんですよ。だから中東にね、今,今中東をメインにマーケティングしてってるってね、エバードームの CMO は話してました。そしてね、そのまたメタバースの特色ね、メタバースの,その調査とか。 詳細とか、アルファロメオが私たちをパーケットオーナーシップを結んだら、超現実的なその詳細が欲しいって言ってるんですよ。そういうブランドとか、そういう大きなね会社とかは、超現実的なメタバースが欲しいんですよ。2D が欲しいのかと言いますと、いらないんですよ、2D は。超現実的で、そこで暮らせるような、そこで広告を打てるような、今の YouTube の広告なんか5秒から6秒じゃないですか。そこでは YouTube の広告だけでは、お客さんをね満足する,することはできない。だからメタバースで広告を打っていきたいと。 そういういね実際にそういうブランドで話していると、こちらのインタビュー動画でね、えー、エバードの CMO は、ね、話していました。 ということですね、こういうマーケティングでですね、ツイッターを見てる感じだと、どん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 ね、もうど,んど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 ん次に進んでいってる、本当に今、商品を本当に固めていっているっていう感じのイメージをね、ものすごくね、つかめます。だからこ,だからこそ、こうやってね、新しいウェブサイトなど、こういうね、プロフェッショナルな、プロフェッショナルなウェブサイトを見ることができるんですよ。エヴァートームは真剣に今もなお、かつ、 開発を進めております。アルファバージョンですよ。他の、ね、メタバースあると思います。様々。名前は出しませんけど、超現実的メタバースを、ね、歌っているという、ね、メタバースは他にもあります。ですが、もうすでに商品を完成させるのはエバードームだけです。はい。エバードームだけです。超現実的でアルファバージョンを設定しているのは。そして今、そして火星に、ね、行くのが今目標なんでね、これエバードームシティです。 ここ、これがね、本当にこういうところに私たち行くんですよ。もうリアルのね、写真に見えるじゃないですか。これはメタバースです。そして実際にね、私、さっきのこの動画見ていただきたいんですけど、これ私がね、メタバースにね、参入している動画です。もうこのクオリティをもうすでにアルファバージョンで作ってるんですよ。これが完成したときどうなると思いますか 間違いなくね、個人的にはサンドボックスよりは夢があると思います。サンドボックスはどっちかというとえばそういう、ね、マインクラフトとかというユーザーを狙っていってるからわ、わざとね、そういう形にね、四角のね、2D の形にしてってるんですよ。そして、まだメタバースブームは来てません。最初のインターネットのように、インターネットはその時のね、うわー、その時の流行りだろうって思ってた方、たくさんいると思います、その当時。インターネットの、ね、革命を見合った方、私は生まれてなかったんですけど、ただ、調べていくとですね、そ その時の流行りだと思ったものが今もなお続いているということで、エバードームね、言ったらね、完全に今未知なる世界をね、彼らはね作ってます。これ、インタビュー動画でも話してたんですけど、ここですね、今完全に未知なるものをね作っていってると、どうなるか分からない。ただ、本当に未来はあると信じている。ということで、今もなおね、どん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 作成を続けているという感じでございます。 てな感じでね、エバードームね、まあ、こういう商品面とかね、超現実的メタバース面で考えていただきたいです。今の価格がね、確かに下がっております。で、先ほど言った通りですね、すべての仮想通貨はビットコインと連動してるんですよ。そしてアルトコインってね、時価総額が低いんで、もちろんね、簡単に稼げる分も簡単にお金を失うこともできないんですよ。リスクが高いんですよね。はい。言ったらね、まだ新しいものない、まだ完成していないものです。エバードームは。 だから、ま、だ仮想通貨全部ですよ。ビットコインもまだ信頼をね、全,全世界から得られてない、まだ新しい、デジタルゴールド新しい、なんだそれ、みたいな感じで、言うとね、前よりはね、ボラティリティね、それ動く幅はね、減っていってはいるんですけど、ただね、ビットコインが調子を戻さない限り、4年に一度ぐらいにね、ビットコインがね、また上がっていくんですけど、でなぜ、そう、話の、最イトのね、題名、なぜ2024年に上がっていくのかといいますと、ビットコインってね、4年周期でね、今動いていってるんですよ。 半減期っていうのもありまして、こちらね、ビットコインが半減期あった後ね、半減期の6ヶ月以内にね、こんな感じで爆上げしてたんですよ。こちらもですね、半減期の6ヶ月以内にね爆上げしたっていうこと、前のね、バブルもそうだったんですけど、4年に1回ね、ビットコインがね、4年に1回半減期が終わった後に爆上げしていってるっていうねデータが残ってるんですよ。で、2024年がそのね半減期なんで、次。 2023年終わりが2024年が半減期の予定なんで,で、これがね、必ずしも当たるってわけじゃないんですけど、今までのね、チャードの傾向などを見ていきまして、統計学的にですね、次のね、仮想通貨バブル、ビットコインがね上がってね、またね、ビットコインがね、こういうね、オレンジのラインあるんですけど、この20週平均線の上で、こういうね、横横の動きね、あんまりね、緩やかな動きですね。こういうね、爆上げしてるときって、アルトコインってね、あんまりよ,よくない動きするんですけど、この横横の動きをしたとき、間違いなくね、 仮想通貨ってね、爆上げしていったんですよね。まあ、前回は。今までそうだったんですけど。全、ま、部、あのチャート見ていったら分かるんですけど、比べていったら春だろうもんで、ね、こんな感じで爆上げしちゃったんですよ。ビットコインが横横を始めたときですね。例えば、ここのね、7月、えー、3月、ち3月ちゃうわ。えっ、ー、と、地雷地雷12なんで、7月12日、ビットコイン何をしてたのかといいますと、ほらこんな感じでここで横横のね、動きをしていた。 って感じですこんな感じで横横横で、ここから、ね、上がっていったと20周平均数ね超えて、ここから上がっていった時に、ね、9月ぐらいにまた見ていきますおそらくめっちゃ上がってってるんですけど、まあ、9月ぐらいねこのねちょうどピークをね迎えたということが、ね、分かると思います。はい。ていうな感じで、ね、自分たちの、ね、チャートもぜひ見ていただきたいんですけど、まだビットコインがねまずそこを売ってない可能性が高いんですよ。今現在ね、ね FRB、アメリカの中央銀行、利上げを行っておりまして、今現在、ね、リスク資産、リスクオン資産ね、ビットコインなどね、 がリス,ク資産リスクがある資産だと考えられてるんで、言ったらねこっちに、ね、投資するのはちょっと危ない。今の経済状況はちょっと不安だから、ビットコインに、ね、お金を入,入れないでおこうっていうね今働きが、ね、今働いない。だからね、ね今こうやってリスクオン資産、ビットコインとこじゃなくて、米株も全部ね下がっていってるってわけなんです。よねでもしねこれをね下抜けるのであればね、ねおそらくエバードームをねねこ,こから、ね、下に割っていく可能性ね高いと考えております。はい で、エヴァドームに100倍つけてからね、94倍つけてからね、まあ、脅威のね、本当にプレセールが40%のところまで来たんですけど、まあ、そこからね、引き続きのツイッターのニュースとかね、まあ、エヴァードームにたくさん信じている方がいるからだと思うんですけど、こんな感じで上がっていったんですよね。そして、一、まあ、つね、一つね、一、まあ、ついいニュースってあるんですけど、とりあえずね、こちら、エヴァードームね、プレセールがあったんですけど、こちらね、なんと、 1> 1点確かね、全供給量の残り1.6%しか、全供給量の1.6%がまだね、こちら、ロックされてるんですよ。ので、この1.6%が残り2ヶ月ぐらいでね、全部ロック解除されるんで、1週間に2%ずつ解除されていくんで、全総供給量の1.6%ってものすごく多いんですよ。ただ、その2ヶ月だからね、私が思うのには、そのロックがね、全部解除するまでは、売りやすがどんどんかかってくるって計算なんで、今の相場も相場なんで、おそらくね、 大きな値動きを見せることはないと思います。でもね、見てわかると、ロックがかかっている状況でもね、こんな感じでね、上がっていったというのがあかると思います。こういう相場の環境でもね。 だからもうすぐね、11月、12月ぐらいにね、こちらエバードームの、ね、プレセールの、ね、ロックがね、すべて解除されます。ということは、その後、売り圧がね、かかりにくくなるっていうことなんで、そこからね、爆上げする可能性がね、結構ね、高くなってくるっていう状況でございます。なのでね、このプレセールの、ね、ロック分がね、残り1.6%ぐらいあるんで、まあ、こちらがね、終わらないとね、本当にね、何とも言えないっていう状況なんで、とりあえずね、こちらがもう本当に、でももうすぐ終わるんで、ね、インデュースなのね、もうすぐ終わるっていうことなんで、こちら見てわかる通りですね、82%。 これ、ロック解除しないんですけど、見たらね、ほんまに、ほにね、16%、残りえーと16%パーなんで、1.6%、全総供給の1.6%がこちら、まだね、解除されていないってことで、もうすぐね、売り圧がね、終わるってことなんで、この2ヶ月がね、かなりは辛抱時なのではないのかと思います。もしね、ビットコインがね、ここからね、2万ドル割ってね、1万2000ドルなので、下がる、下がることがね、あったとしたらですね、はい、こんなとこまで下がることがあったとしたらですね、全然ね、エバードームのね、プレスエール終割る可能性ね、 あるプレス入れ価格が終わる可能性は全然あります。はい レバードームですね、まあ、なかなかね、いいチャートの動きしました。4時間足の方にね、行ってきますとね、この話はサポートを持って、ここのレジスタンス抜けたんですけど、ここのレジスタンス到達することなく、ここのサポートの0.024の動画で話してたんですけど、こ,このサポートね、ホールとしてなんですけど、ね、下回ってしまいね、今ね、今ちょっとね、加工トレンド始めていてるっていう感じでございます。そしてここのレジスタンスのね、拒否者っていうことがね、はっきりとわかるっていう状況でございます。なのでね、解読としてはですね、191とかね、156、もしね、このね、前回のね、この、 安値を下回るのであれば、それはもちろんねプレスセール価格が0.100とかなんで、ここまで来たら神回時だと思います。これも下回ってもね本当にね自分はね神回時だと思うのに2024年、ここからね100倍とかね全然ありえるかなと思います。こっからの価格 <laughs> まあ今のねサンドボックスの時価総額と比べて分かるんですけど、今のサンドボックスス暴落してるんですけど、今の時価総額と エバードームの、ね、時価総額終割って出した結果、ね、26倍なんで、まあ、単純計算今の、ね、サンドボックスの時価総額もいくんだったら26倍余りですそしてサンドボックスって史上、まあ、最高値8ドルぐらいだったので今の、ね、価格の約、まあ、10, 倍以上10倍以上だったので、まあ、軽く、ね、10倍で計算していきますと時価総額、ね、10倍で計算していきたいと思います <laughs> そうしたらです、ね、こちら260倍っていう結果になるはずなんで 数字がバグってるんですけど、これ1個0足したらそうなるんで、260倍なんで、エヴァードームが前回のサンドボックスのね、7ドルぐらいね、市場最大んじゃないですよ。7ドルぐらい行くだけで、今,今の価格ですよ。今のこの260倍なんで、言ったらね、プライスターゲットね、価格のターゲットはね、0.5とかになります。はい、ここから260倍だったら、0.260倍やから、そうっすよね。<laughs> 260倍なんで0.3とか、ほんまに0.1超えますよ。0.1超えて0.3から0.5ぐらいがねターゲットになってくるんで、全然自分はね次のバブルでそれはあり得るとね真剣に考えております。ここからエヴァードームがねこのまま順調にマーケティング進めて、さまざまなブランドとかとねコラボして連携していくのであれば、おそらくそういう未来が見えると私は思ってます。 なので、エヴァードーム、私はね本気でえ、だからこそ、私は本気でエヴァードームを信じています。まあ、この動画をべて見ていただけたら、私の考えにたどり着けるかと思います。もちろん、リスクはあります。ただ、私はねこれらの理由で、最もね、 マーケティングがものすごく頑張っている。そしてね、ちゃんと商品も開発してくれて、私たちをね、投資家をね、この環境下でもちゃんとね、情報を伝えてくれている。他のプロジェクト、情報を伝えてないてないところがあります。エバードームは真剣だということがあります。上昇相場だから価格上げたいから、お金儲けたいから、上げてるからじゃなくて、ちゃんとね、本当に未来のことを考えて、こうやって開発してるんで、本当にね、私、エバードーム、引き続き応援していきたいと思います。ぜひね、このチャンネルね、この動画良かったと思ったら、高評価、チャンネル登録していってください。最近ね、ちょっとチャンネルバーンされてて、 バーン,、まあ、ンされてて、今復活したんで、今またね、YouTube 頑張っていきたいと思いますので、皆さんにぜひお願いします。もしエイバードーム買いたいという方はですね、説名欄のねこちら OKX、OK、から、ね、登録していきますと、永久に手数料5%オフなんで、まあ、将来買いたいという方もですね、こちら今のうちに登録していくことね忘れやいうちにねお、おすすめします。時間1分しか使わないです。バイビットからも購入できるんで、入金ボーナスあるんで、ぜひ登録して,てください。また次回にお会いしましょう。では。